面白いじゃない、付き合ってあげるわ、退屈をひととき忘れられるなら。こんな森の中で殺されたら、どんなに悲鳴を上げても誰にも聞いてもらえないわね。魔女のお茶会にぴったりの森だわ。ええ、わかってるわ。これに座ると罠で鎖か何かで縛られて、上からベシャッとチェリーパイでも降ってきて笑い物にされるって趣向なのよね。わかってるわ。どうせ毒が入っていて、これを飲むとお腹を壊して笑い物にされるという趣向なのよね。引っかかるわけないでしょ。どうせ毒入りなのよ。引っかかるわけないでしょ。どうせ罠なのよ。分かってんだから。この馬鹿げた茶会の主は誰かしら。せめて顔くらい拝んでやるわ。おっと、この家も罠かもしれないわね。用心しなくちゃ。来るわよ、ベルンは。あれは猫より疑り深い将軍。罠に違いないと疑り、途中で引き返したに違いない。ベルンは絶対来るわ。絶対の魔女として約束する。それに罠なんて怯えるわけがないわ。椅子とか飲み物とか、それにおやつとか、森のお茶会を楽しんでもらえるようにたくさんの趣向でおもてなししてるんだもの。きっとベルンも楽しみながらここまでやってくるはずよ。はてさて、どうかな。私はあれが巫女だった頃からよく知っている。そなたが思っているより、あれははるかに不器用で愚鈍で、そして怯えやすい。そなたの思考を返せるほどあれの心は広くない。それはあんたのとこにいた時の話でしょ。今は違うのよ。あの子はね、私と一緒に遊ぶようになってからすっごり明るくなったの。昔のあの子とは違うのよ。どうかな。いくら餌を与えようとも野良猫は決して懐かぬ。この茶会は私とそなたの二人きりのものになるであろう。来るわよ。絶対にベルンは来るわ。絶対の魔女が約束する。来ぬ来ぬ。あれは決して来ることはない。感激の魔女が約束しよう。来るわよ。あの子は
私と遊ぶようになってから変わったの。アウアウローラに絶対来ないと言われたら意地でも言ってやろうって思うわ。アンニャローの思い通りになるのだけは絶対にごめんよ。ええ、それだけが理由よ。ラムダのアンポンタンに義理立てしてるつもりはさらさらないんだから。ええ、全くにもって歩き続けで疲れたわ。ぜひそうさせてもらうわよ。疑り深きこと猫のごとしと思っていたそなたがこの程度の罠に引っかかるとは失望。いや、飽きさせぬな、そなたは。そうね、私は本当に変わったわ。ラムダのせいでだいぶ甘口になったわよ。私の余興は。まあまあね。これがチーズケーキじゃなくて梅干しジャムのパイだったら100点満点だったわよ。いや、チーズケーキで似合っているぞ。そなたの髪に実によく似合う。アウアウローラの頭には多分納豆とおからのジャム瓶が似合うわよ。